こんにちは、石渡委員です。原発の耐久年数を延ばす経産省の陰謀が規制委員会で問題となっています。科学的な、新技術的な、新知見に基づくものではありません。安全側の追求によるものではないのです。私、石渡は賛成できません。昨年の夏から原子力規制庁では、規制委員会でまだ正式に議論もしていないのに、エネルギー庁と原子力規制庁でこっそりと打ち合わせをしていた。こういうことが昨年末明らかになりますですね。原子力規制委員会と NHO が陰でこそこそやっているということを把握していた NPO がありました。その当時まだ記録をつけるような運用してございませんでしたので、面談の記録等については文書としては残ってございます。原子力委員長の山中です。自民党の原子力リスクが大好きです。私も自民党の自民亭に入れてください。Thank you.